はい、皆さんこんにちは。今日はですね、前回、モンキーの、チェーンのですね伸び具合を調節したんですけれども、あれからもう約2ヶ月経ちまして、だいぶですね、チェーン自体が寿命に近づいてきているような感じがしております。こんな感じですね。はい。で、伸び具合はですね、前回調節しましたんで、まだね若干大丈夫そうなんですけれども、ちょっとね、コマがですねだいぶこう型崩れしてるというか、ちょっとねガタガタしてきちゃってるんで、もうねこの際新しいものに変えてしまおうということで、こちらですね。はい、ちょっと光が当たっちゃって見えづらいかな。今日はこちらの EK チェーンですね。こちらの、ゴールドタイプで、シーリングのね入ってるタイプに変えていこうと思います。でモンキー125はですね、確か98コマなんですよね。で、今回この EK チェーンもですね、元から98コマのものを選択して購入してあります。はい。でですね、チェーンの交換するにあたって、事前準備ということで、チェーンカバーはもうねここ取り外してありますし、それから軽くですねこの辺ですね、もうちょっとチェーンオイルがですね飛び散ってましたんで、綺麗に拭き上げておきました。はい。で、アスクルシャフト、ここですね、ここもリアのアスクルシャフトもあらかじめ緩めてあります。では早速こちらですね、開けていこうと思います。今回はですねこの EK チェーンを楽天で買ったんですよね。というのは楽天ポイントがね結構溜まっていたので、それでね購入しました。はい、こんな感じですね。ゴールドですね。オイルがねついてるんで、ゴールドとは言ってもちょっとこう鈍い感じの色ですけれども、はい、これをね早速取り付けていこうと思います。まずはねここのクリップを外していきますね。よし、はい、外れました。よいしょ。でこのねプレートもね外します。よいしょ、よいしょ、 OK。 でこんな感じで、ね、外れましたね。それではここをですね外してきますね。で、外せましたので、新しいゴールドチェーンですね、これのですねこう片方をつないでですね、で回していくと、まあ古い方が外れて新しい方がね入れられるということなんですね。はい、まあ、これ届かないのはあれですね、緩めないためですね。よし、
いやダメだね、まだ甘い。はい、こちらEK チェーンのですね、ゴールドの、クリップジョイントのところだけを別途注文して、今日ですね、届きました。で、これなんでね、注文したかっていうと、まあこのね、動画撮ってるんで、途中になってると思うんですけれども、私がですね、この最初にですね、もともとこのクリップジョイントのところを取り付けるときにですね、このプレートの穴がですね、小さく感じて、で、なかなかこう手で押してもですね、チェーンにこうはめ込むことができなかったんですよ。で、その結果私は何を思ったかですね、思い違いをして、この穴の大きさがおそらく不良品なんだろうと。で、電動ドリルでね、この穴を両方とも少しこう広げるということをしちゃったんですよね。で、結果的にですね、それでこう、はめることができて、で、まあ、取り付け完了とか思ってね、いい気になってたんですけれども、まあ、その後ですね、その、まあ、風景の写真をですね、ツイッターで、まあ、今 X か、で上げたところですね、親切な方がですね、教えてくれて、まあ、それはね、あまりちょっとよろしくないよということがわかりました。はい。で、結果的にですね、まあ、この、ジョイントのね、クリップのところだけ別売りしてるっていうのも分かったんで、これをね、Amazon で支給ね、ポチって購入したという形です。なので、これをですね、また今から使ってですね、この部分だけ、このプレートの部分だけですけどね、これをきちんと、正しい形ではめ直したいなと思います。はい。いやー、しかしね、本当にもう、Twitter 様々ですよ。うん。ねえ、あれで投稿したからね、この間違いに気づいたけれど、これ教えてもらえなかったらわかんないのをそのまま走ってましたからね。もしかすると、事故のね、原因なんかを作ってたかもしれないですからね。怖いですね。はい。まあ、非常に自分のバカさ加減とね、知識のなさと、それから思い込みの強さとね、非常に歯がゆい思いをしつつ、まあ、また反省もしたね、形であります。いやーもうほんとね、ツイッターで教えていただいたカズさん、本当に感謝してます。ありがとうございました。なので、今から、再度、このね、新品のジョイントクリップ、まあ、使うのはこのプレートの部分だけですけども、ここのね、プレートの取り替え作業をやって、で、最終的にね、チェーンの交換を終了というふうにしたいと思います。ですね、EK チェーンの、まあ、ホームページとか、それから Amazon の商品購入ページで確認したんですけども、まあ、この EK チェーンのですね、このクリップジョイントのこのプレートはですね、どうもその、軽圧着方式というものらしいんですよ。なので、こういうウォーターポンププライヤーですね。この辺を使って、きちんとですね、こう、これを使ってこうね、カチッとはめ込んでいくというね、作業が必要みたいです。なので、手でね、押し込むということ自体が、まずそもそもね、無理だということになります。まずこの、プレートを外しました。まずこっちの古いプレートを外しました。新しい方を取り付けます。やっぱりウォーターポンプ、プライヤーを使うと簡単ですね。これは簡単だったな。最初からこすればよかった。よいしょ。
いたんだっていうぐらい、あっという間に終わったよ。はい、いい感じね。はい、以上でですね、正式にこのジョイントクリップの取り付けが完了しました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。これでですね、チェーンの交換が完了いたしました。今日はですね、この私のモンキー125にですね、こちらの EK チェーンですね、シールタイプでカラーはゴールドのやつですね、こちらの方を、装着してみました。まあゴールドということなんですけれども、表面にですね、まあちょっともともとこう塗布されているオイルが結構ついてますので、まあゴールドというよりは、まあ、若干ちょっとこう黄色みある、まあ黄土色のような、まあそんな感じですね。はい、これ綺麗にね拭き上げれば少しゴールドっぽくなるんじゃないかなと思ってます。まあこれでですね、結構ねこう見た目もまたガラッとね印象が変わると思いますので、これはこれでね、非常に満足しております。はい、であとはですね、チェーンカバーですね、こちらの方を元に戻して終了となりますので、今日はねもうこれで、動画の方は終了にしたいと思います。はい、本日もですね、私の動画の方、こちらご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバイ。